どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、もうすぐ4月になるわけですが、そんな時期に日本に咲くある花がありますね。そうです、桜です。もう日本人なら誰もが好きな花、それが桜だと思うんですが、その桜を題材にした曲ってたくさん日本にはあるんですけれども、そんな桜を題材にした曲の中で昔から愛されて誰もが知っている楽曲ありますね。そうです、その名も桜桜。今日はですね、そんな誰もが知っている日本の心ともいえる楽曲桜桜をですね、ソロウクレレレッスンでやっていきたいと思います。さあ、今回はですね、初心者さんでも参加できるようなアレンジになっておりまして、とても簡単に弾きやすく、でもなんかかっこいいアレンジとなっております。そして今回はハイジウクレレアレンジとなっております。そして最後に、今回は動画に楽譜もついているんですが、なんと無料で楽譜ダウンロードできるようになっておりますので、ぜひぜひ概要欄よりダウンロードして参加していってください。はい、ということで今日は桜桜を見ていきたいんですが、今回はですね、ウクレレなのになんか琴のように聞こえるようなアレンジにしてみました。ウクレレでこんな表現できるんだっていうのはね、日本らしい音を使って今までのウクレレとはイメージの変わるような弾いてて楽しいアレンジにしておりますので、ぜひそんなところにも注目してみてください。このチャンネルではこのように毎週レッスン動画を出しております。ぜひですね、他の動画も見ていただけると嬉しいです。またこの動画を楽しんでくださったら、ぜひチャンネル登録、そしていいね、よろしくお願いいたします。それでは見ていきましょう。ウクレレでまるで琴のような響きの桜桜です。どうぞ。さあ、まずはですね、模範演奏をしていきたいと思うんですけれども、今回はちょっとね、小さい正波がよく出てきます。なので正波のね、練習にも非常にいいんじゃないかなと思っております。また日本らしい音特有のあんまり見ない形のコードなんかも出てくるので、そんなとこもぜひ楽しんでみてください。それではですね、まずはどんなアレンジか聞いていただきたいと思います。桜桜、こんなアレンジです。ワン、ツー、スリー、フォー。それでは見ていきましょう。まず最初はですね、イントロ的な部分を弾いていきたいと思います。ここで桜桜の雰囲気、なんか曲のこの世界観がすごい出てくるので、ぜひね、じっくり、そしてしっかりと弾いていきましょう。まずは小さく正波をしていきたいと思います。人差し指の指先を使って 1,2,3 弦をちっちゃく正波をしていきたいんですけれども、この時に大事なことは、まずこのフレット、3つ目のフレットに限りなく人差し指を近づけていくことです。近づけていくときに、だいたいこのフレットのギリギリを抑えることが大事なんですけれども、もう若干指の5分の1、もしくは4分の1ぐらいも乗っかってても
大丈夫です。フレットに乗っかってもいいんですね。これが真ん中くらいまで乗っちゃうと音が出なくなるんで、ちょっとこのギリギリ、真ん中は行き過ぎだけど、でも端っこら辺がフレットに乗ってるかなぐらいで押さえてみましょう。そして人差し指置いたら、その真裏にこんな風に親指を置いていくんですね。置く場所はネックの真ん中に親指の腹をつけるような感じで置いていきましょう。そして真裏に置いて、親指と人差し指で軽く挟むような感じです。ここでギュッて挟んじゃうと逆にならなくなるんで、軽く挟んでみてください。さあ、軽く挟みました。あとは最後、この指の形をしっかりと指先から根元までまっすぐになるように押さえてみましょう。だいたいこんな風に曲がっちゃう方はあまりうまくならなかったりするので、しっかりとまっすぐなるようにしてみてください。こんな形です。はい。そして人差し指で挟んだら、そのまままずは4弦3弦2弦だけを鳴らします。おお。さあ、鳴りますか。この3つの音しっかりと鳴らすことができたら、そのまま3弦2弦とまた順番に弾いていくんですね。指は変えずに、そのまま3弦2弦弾いていきます。弾いたら次、中指をここ2弦の4フレットにつけて鳴らしていく。2弦まで弾いて、3弦2弦中指で4フレット弾いていくんですね。弾いたらさらにそこでまた1弦の3を鳴らす。この時中指離しても大丈夫です。離しても大丈夫なんですが、置きっぱなしだとさらにいいことがありまして、また次、あ、2弦の4に戻っていくんで、もうここそれだったら一回2弦の4を弾いた時にその指を置いときっぱなしにすると、そのままこんな感じで4拍目の頭まで弾くことができてしまうんですね。なのでできるだけ一度置いた指は離さずに、2弦まで弾く、3弦2弦中指で2弦の4フレット弾いた、そのままた1弦、そのまま2弦戻る、でまた1弦弾いてっていう感じで弾けると、非常に手の動き楽になっていくと思います。そして最後、次、薬指で1弦の5置いていきます。ほう、ちょっとここ置きにくいですが、薬指で置いていくんですね。置いたら次どうするのか、この薬指を軸にして他の指を離して、人差し指ここ2弦の4フレット、中指ここ3弦の5フレットに置いて、上から下までコード。おお、なんかかっこいいコードの響きですね。こういう G7 フラットナインスっていうコードネームがついてるんですが、今回出てくるこういう形が非常になんか日本っぽい響きに聞こえませんか？ちょっと抑えにくいコードなのですが、この形、要は2120、 G7 ってよく出てきますよね。その形がズズズッと、3フレット上に上がったら、この5450 G7 フラットナインスっていうコードになっていくんですね。なのであまり難しく考えず、まずは制覇して2弦まで弾く、3弦2弦、中指を2弦の4フレットにつける、そのまま1弦2弦また1弦、薬指を5フレットに置いて、そこを軸にして指を変えていく。人差し指2弦の4、中指3弦の5で上から下までコード。ぜひですね、この2小節をちょっと流れるように弾いていけるように練習をしていきましょう。一度ここで動画を止めていただいて、ぜひ皆さん何度も何度も弾いてみてください。で、練習ができたらこの四角 A、レッテル A を一緒に弾いてみましょう。それでは一度弾いてみたいと思います。レッテル A、 ゆっくりと弾いていきます。まずは3フレット制覇して、それではカウントしていきます。1と2と3と、せーの、1と2、中指を置く、1弦、中指を置いたまま薬指を5に置いて、そのままコード変えて上から下までコード、という感じになっていきます。そう、いかがでしょう、ここ弾けましたか？なんかね、やっぱりこの普段あんまり弾かない響きが面白いですよね。
こんな感じでこのレッテル A 見ていったんですが、今引いたこの形、ぜひですね、何回も何回もスムーズにできるようにしてみてください。なぜかというと、この後今引いたこの動きが非常にですね、よく使って引いていくことになっていくんですね。なのでまずはこのレッテル A をよく引けるようになって、その次レッテル B チャレンジしていきましょう。さあ、ではレッテル B 入っていきたいと思うんですが、ここではまた3フレット制覇して上から下までコード弾いていきます。弾いた様は3弦、その次1弦と弾いていく。1と2と、おう、まあここまではさっきの制覇の動きをしたまま3弦と1弦と順番に弾き分けるだけなので、まだ大丈夫かなと思います。その後すぐに545、あ、さっき押さえたコードですね、このコードに変えていきたいんです。3フレットの制覇からすぐに545に変えていく。ちょっとねここ難しく感じるかと思うんですが、コツとしてはさっきもやった通り、まずは薬指から置いてそこを軸にして人差し指中指とつけていく。1弦弾きました。そしたら薬指置いて人中つけて545。おお、どうでしょう、ここちょっとそうするとチェンジしやすくなりませんか。その後上から下まで弾いたらすぐに4弦弾いて、次は2弦を弾く。こんな流れですね。さあ、この一小節いけそうですか。しっかりと上から下まで弾いて3弦1弦弾いたら545に早変わりで4弦2弦となっていくんですね。これを今一小節目できたらもう次いけます。同じこと弾いていきます。また制覇して上から下へコード、3弦1弦弾いたら545、4弦2弦、あ、一緒ですね。はい、こういう風にね同じ動きをしてこの 1,2 小節目弾いていきましょう。そこまでいったらまた C マイナー戻っていきます。人差し指で3フレット制覇で、次上から下までコード、3弦、次薬指開いてますよね。薬指で1弦の5を追加で押さえる。押さえたら1弦の5を鳴らす。お、次、さあまだこの人差し指の制覇置いたまま小指を次は1弦の6につけます。そうすると上から下までコードで、お、ちょっとね小指が入るとコードのこういう2弦とかになりにくくなるかと思うんですが、その時は小指とか薬指とか他の指に力が入りすぎなので軽く置いてみてください。小指を軽く、そうするとねこの1弦も2弦も3弦も全部鳴りやすくなってくるかなと思います。で、1弦小指6フレットにて上から下まで弾いて3弦弾いたら、また薬指で1弦の5に降りていく。1と2と3と4という流れですね。ほう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 。ちょっとこの1弦動かしていくの難しいですよね。ただまだちょっとその動き続いていきます。また薬指離して333にしたら最後の小節3330。で、また3弦弾いて、次は制覇やっぱり残したまま薬指を1弦の5に置く。置いたらその薬指上げて1弦の3に入る。ほう。こんな感じになっていくんですね。1と2と、ああ難しい。で、そこまで弾いたらその次また545の形、さっきやった形ですね、その形に戻すように押さえてみてください。ほう。なんですが、次は1弦までではなくて4弦から2弦までを弾いていく。ドおレドで545。薬指は置かなくて人差し指と中指、人差し指が2弦の4、中指が3弦の5に置いて2弦まで弾いていく。弾いたらその後4弦と2弦を鳴らしていきましょう。あ、もう本当にさっきやってるこの333と545だけを使って弾いていくような感じですね。さあ、一旦ここまで見ていきましたが、皆さんいかがでしょう、弾けておりますでしょうか。一度ですねこの4小節
よくよく練習して弾けるようになってみましょう。弾けるようになったら一度一緒に通してみたいと思います。この動画では結構ゆっくりとですね、確認の時に弾いていますので、まずはこの動画と何回も合わせて、この動画と同じ速さで弾けるようになることを目標にやってみてください。この動画にはタイムスタンプといって目次のようなものがついてますので、ぜひね、弾けないところがあったら、毎回そこに戻って弾くっていうようなことをね、繰り返していくと必ず弾けるようになりますので、ぜひ活用して練習してみてください。それでは、レッテル B、4小節見ていきたいと思います。3フレットを制覇して、では弾いていきます。わ、ん、つ、う、す、い、い、せ、の上から下、1、と、2、と、薬指が置いて5、4、5、3、と、4、と、もう一回繰り返し、2、と、3、と、4、と、また制覇、1、と、2、と、小指を置いて、3、と、4、と、3、3、薬指を置いて、離して、また5、4、5で2弦まで、4弦。2弦。はい。という感じになっていきます。さあ、いかがでしょう？まずはね、やっぱりこの333、545、333、545、もうここの行き来だけなので、何回もこのチェンジ、早くできるように練習をしてみてください。さあ、ここまで見てきましたが、ちょっと制覇苦手だな、弾きにくいなって思われた方は、過去にもですね、制覇のレッスン動画なども出しておりますので、ぜひぜひこちらの動画を参考にして、またこの桜桜も練習してみてください。さあ、そこまでいったらそのまま次に入っていきたいと思うんですが、さあ次、また3330押さえていくんですが、ここで、ん？何やら上向きの波線矢印がありますね。これが何かというと、この3フレットを制覇したまま、次は親指で引き上げっていうことをしていきます。引き上げ。これは一体何なのかというと、この親指の爪の甲全体を使うようなイメージで、1弦側か4弦側に向けて、下から上に、こんな風に引いていく奏法なんですね。この時に大事なことは、まず一つ手首を返さないこと。こうやって返してはいけません。あともう一個は指を立てないこと。立てちゃうと、ブチブチブチっていうなんかね、痛い音が鳴っちゃうんで、しっかりと寝かせて手首を固定したまま上げていく。はい。こんな風にして、この引き上げっていう奏法を鳴らしてみてください。この時になんかカチカチカチっていう音しか鳴らないなーっていう方は、強く押し当てすぎなので、あまり強く押し当てすぎず。でも軽すぎた音が鳴らないんで、ちょっとね、そこの力加減を考えて、下から上に引き上げる。っていうことをぜひやってみてください。この引き上げに関してはもっと詳しいレッスンが過去にもやっておりますので、なんか上手くならないなっていう方はそちらも参考にしてみてください。では、引き上げを入れていきます。1弦から4弦側に引き上げる。うん、なりましたか？引き上げたら、そのまま、次は、手の形を置いたまま3弦を弾く。ほう。弾きました。その次は、まだこの制覇を置いたまま、4弦から2弦までコード。おう。さあ、2弦までコード弾きました。弾いたらすぐにそのまま3弦弾いて、次は中指を2弦の4フレットにつける。という風になっていくんですね。引き上げる。3弦、2弦まで弾いて、3弦すぐに弾いて、中指で、4フレット。ちょっとここの動き忙しいんですけども、しっかりと拍を守りながら1と2と3と4とという風にですね、この指の動きちょっとこんがらがりそうになりますが、しっかりと譜面を見ながら弾いていきましょう。でまたその後333戻っていきます。本当に今回よく使いますね。333に戻っていったら、またここで親指の引き上げ出てきました。さあ、引き上げましょう。引き上げたら、そのまま、2弦、3弦と弾いていきます。うん。引き上げて、2弦、3弦。そしたら次、2120。ここで G7。さっきまでは545のところ。
5フレットで G7 の形やってましたが、次は正規の形2120、薬指1弦の2、人差し指2弦の1、中指3弦の2に置いた G7 にして、でここで3弦、2弦、そして上から下までコード。おう、そうするとこの G7 のところがすぐに音とか途切れずに弾いていくことができるんですね。さあここなんか引き上げとかね、あとは G7、545じゃなくてこの2120が出てきたいろんな変化がありますが、ただそこまでいけるとその次見ていきましょう。あ、なんか弾いたことありますね。そうですね、さっきの段で弾いたことがもう一回ここで弾いていくんです。そしてその次、また3フレット制覇で引き上げる。3弦、2弦まで弾いて、中指で2弦の4、また引き上げる。そして3弦、2弦。で、G7 のコード、21に押さえて、3弦、2弦上か下まで、コード。お、さっき見たとこですね。そうなんです。この、7小節目から12小節目は7、8小節目さえ見てしまえば、あとは一度弾いたことがあることの繰り返しなんですね。なのでまず皆さんは7小節目から12小節目の終わりまでぜひ練習をしてみましょう。でここが弾けるようになったら一度ゆっくりと一緒に合わせてみたいと思います。なかなかね、この引き上げであったりとか他の違う動きが出てくるとちょっと弾きにくくなると思うんですが、まずは焦らずゆっくりと弾いていってください。それでは一度合わせてみたいと思います。3段目から弾いていきます。3フレット制覇して、では引き上げます。3、せーの、1と2と3と4と引き上げる。1と2と G7、 3と上から下にコード、でまた3制覇と2と小指置くだけ。薬指また下まで引いて、薬指置いて、そして545で2弦まで、また制覇にして引き上げる。3弦、2弦まで、中指置く、引き上げる。1と2と G7。 はい、いかがでしょう。ここまで弾けておりますでしょうか。なかなかねちょっとこう手の動き難しく感じますが、焦らずゆっくりと弾いていくことが大事なので、とにかくゆっくりゆっくり譜面を確認しながら、手の動きを確認しながら弾いてみてください。ただそこまでいけてしまうと、そのまま下の段見てみましょう。あ、これは最初に見たところと一緒ですね。そうです。なので3フレット制覇して、1弦まで弾いて、また545、あ、ラッキーって感じですね。ここは1、2小節弾けるんではないでしょうか。そのまま最後エンディングに入っていきます。また3押さえていくんですが、中2弦だけ弾きます。この3弦と2弦だけを鳴らす。ほう、鳴らしました。鳴らした後次、人差し指と中指でこの中2弦の5、4押さえます。中指が3弦の5、人差し指が2弦の4ですね。で中2本弾く。ほうほうほう、弾きました。弾いたら次この5、4、今までは火と中で弾いてましたよね。そうではなくて、今回ここはこの指を中クスで押さえていってほしいんですね。中指が2弦の4、薬指が3弦の5に置いていきます。おう、なんかちょっと今までと違う動きですね。中クス置いていくんです。さあちょっと動きにくい指ですが、しっかりと5、4置けましたか。置けたら5、4のその中クス置いたまま、小指をここ1弦の5につけて、上から下までコード。さあこの流れいけますでしょうか。3、余ってる中クスで中2弦、弾いたらそのまま小指を1弦の5につけて上から下までコード。
0545押さえていきます。ここでさっきと同じ545なのになんでこの手の形を変えるんですかって疑問に思うと思うんですが、その理由はその次にあります。次、一元の3ってなってるんですが、ここを人差し指空いてますね。その人差し指で一元の3を押さえれば、小指を上げるだけで一元の3が鳴らせるんですね。こうすることでこの押さえてる音を途切れることなく一元の3の音が鳴らせるんです。1と2と小指を置いて5、4、5、3、小指だけ離して人差し指一元の3とで2弦の4。あ、本当だ、音がねこの指を離さずに弾いていけるんで非常に繋がって綺麗になりますよね。そういう風に弾きたいために今回は指の運指置き方を変えています。そして最後、そこまでいったら3フレットまた制覇します。次は薬指を1弦の5に付け足します。5330にするんですね。そして最後、引き上げを入れていく。お、なんかまたちょっといい響きですね。かっこいい響きですね。こんな風に薬指を1弦の5につけることで Cm9thっていうコードになるんですが、そのコードを押さえて下から上に引き上げるとまるで琴のような響きで終わることができました。はい、こんな感じで今回弾いていったのが桜桜でしたが、いかがでしょう。ぜひここ弾けるように練習をしてみてください。今から一度全体をゆっくりと弾いてみたいと思いますので、ぜひ練習に活用していってください。まずはね、このゆっくりバージョンの全体と合わせれるようになることを第一目標にして、何回も何回も合わせて練習していきましょう。で、だんだん弾けるようになってきたなと思ったら、この動画の右下あたりにある歯車マークとかで速度変更もできます。なので、ちょっと遅いなと感じた方は速度を上げることもできますし、逆にまだ早いなぁと思った方は速度を下げることもできますので、ぜひ歯車マークを活用して練習してみましょう。それでは桜桜、頭から最後までゆっくりと弾いてみたいと思います。カウントしていきます。1と2と3とせーの2弦まで、1と2、中指を置くだけ、置いたまま一弦、薬指を置いて軸にして545。1と2と3と。さあ333準備して、下まで1と2と545。3と4と1と2と3。薬指から準備すること忘れないようにしましょう。1と薬指を置く。小指を置く。小指離す。333戻る。薬指置いて。54押さえて2弦まで。4弦。2弦。引き上げます。引き上げる。1と2と2弦まで。3と中指置く。また引き上げる。引き上げる。1と2と中指と薬指を置いて G7。Cm。ここは繰り返しです。3と4と1と2弦押さえて54。333引き上げる。1と2と3と4と引き上げる。1と2と中ひとを上から下までコード。さあ繰り返し。333と3と4と1と2と3と4、中2弦。さあ中クスつける。で小指をつけて人差し指で3、2弦引いて薬指を置いて引き上げる。はい、こんな感じで見ていきました。桜桜でした。
はい、という感じで見ていただきました桜桜でしたが、皆さんいかがでしょう、弾けましたでしょうか。いや本当にね、なんか日本特有の音階や音を使って弾いていった桜桜、すごいウクレレとは思えないような音で面白かったですね。ウクレレはたった4本しか弦がないんですが、その音の積み方によってはこういうような表現もできるので、ぜひですねこのウクレレを使って琴のような響き楽しんでみてください。これからのシーズン、お花見があったりとか人前で披露することも多いかもしれませんね。こちらの桜桜は楽譜のシェアなんかも OK ですし、 SNS にアップももちろん OK です。著作権フリーの楽曲なので、ぜひ皆さん自由に楽しんでいってください。このチャンネルではレッスン動画、演奏動画、そしてレビュー動画などもアップしています。ぜひ他の動画も見ていってください。またこの動画を楽しんでくださった方は、ぜひチャンネル登録、そしていいねもよろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。クレー奏者鈴木智樹でした。バイバイ。